こんにちは、ぶっちち DIY チャンネルです。今回の動画は、アクリルパイプを使った PC ケースをデザインしました。デザインコンセプトは、透明なアクリルパイプを使用し、内部パーツをかっこよく見せるデザインにしました。エアフロは、下面から新鮮空気を取り入れて、上面の排気ファンで温められた空気を排出します。空気の流れを作って、よどみなく各パーツを冷却するように考えました。マザーボードは再壁に配置し、CPU クーラーと、グラフィックボードには新鮮空気が直接当たる配置にしました。置き方は、置き場所に困らないよう、縦置きにも、横置きにもできるデザインにしました。大きさは、縦置きの場合、幅 225mm、奥行き 225mm、高さ 410mm です。横置きの場合は、幅 225mm、奥行き 380mm、高さ 263mm です。マザーボードはミニ ITX 規格で、グラフィックボードは長さ 310mm まで搭載可能です。それでは、3D アニメーションで PC パーツの取り付け過程をご覧いただきます。完成しました。
いかがだったでしょうか。今回の動画では、アクリルパイプを使った PC ケースのデザインの過程を見ていただきました。次回の動画では、実際の制作過程の動画を見ていただこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録お願いします。